様、お母様、20年もの間、大変お世話になりました。ただいまより行ってまいります。敵がすぐ前に来ました。私がやらなければ、お父様、お母様が死んでしまう。日本国が大変なことになる。私は誰にも負けず、きっとやります。国のために散っていくことを、涙を流さず、万歳と言って喜んでください。今回は神風特攻隊について解説していきます。神風特攻隊とは、太平洋戦争中に日本海軍が創設した自爆攻撃部隊のことです。平均年齢21歳の若き軍人たちは、自分たちの命を犠牲にして日本を守るために尽力しました。その勇敢な様が称賛される一方、美化してはいけない出来事として批判の声があるのも事実です。神風特攻隊の歴史と隊員たちの思い、葛藤をこの動画を通してお伝えします。まず、神風特攻隊とは何だったのか、なぜ創設されたかについて解説していきます。神風特攻隊の正式名称は新風特別攻撃隊です。隊が発案された時は音読みの新風でしたが、当時の映画やラジオ放送などで神風と読み上げられたことで神風読みが定着したほか、アメリカ軍も神風と読んでいたので、この読み方が定着しています。神風特攻隊は太平洋戦争中に大日本帝国海軍によって編成されました。爆弾を積んだ航空機で敵艦船に体当たり自爆攻撃をする部隊です。もちろん攻撃とともにパイロットは死んでしまいます。決死の覚悟を持って敵に体当たりした神風特攻隊、このような常軌を逸した攻撃作戦に至った理由を知るには、当時の戦争の戦況を知る必要があります。1941年、当時日本は植民地を拡大中。この日本の植民地拡大に対して危機感を覚えたアメリカが、戦争に必要な石油と鉄鋼の輸出を禁止しました。しかし連合国の植民地となっている東南アジアには、石油や鉄やゴムなどの資源が豊富に埋蔵されています。日本はこの資源獲得を目的に東南アジア占領を目指しました。日本にとって脅威だったアメリカ、特に日本に近いハワイの真珠湾にある太平洋艦隊が厄介でした。国力の差が大きいため、長期戦になればアメリカに勝てないと見込んだ日本は、短期決戦でアメリカに大打撃を与えて講和に持ち込もうという方針を立てました。1941年12月7日、日本は宣戦布告なしでアメリカの真珠湾を奇襲。ハワイ・オアフ島真珠湾にあったアメリカ海軍の太平洋艦隊と基地を攻撃しました。アメリカの戦艦8隻を撃沈、または損傷により行動不能としました。この真珠湾攻撃を皮切りに、太平洋戦争開戦当初は日本が連勝を収めていき、領土を広めることに成功しました。しかし、1942年6月、重要局面であったミッドウェー海戦で大敗。主要空母4隻すべてが沈没。300機の戦闘機と、この局面に投入されたエース級パイロットを大量に失いました。その後、日本軍は次々と戦いに敗れていきます。1942年8月から続いていたガダルカナル島での戦いに敗れ、1943年2月に撤退。そして1944年6月にサイパン島が落とされました。サイパン島が落とされたことは日本にとって最悪の出来事でした。なぜならサイパン島を拠点として米軍の爆撃機 B-29 が日本本土を攻撃できるようになるからです。本土への爆撃が始まり、戦況はさらに悪化。追い込まれた日本軍の中で、戦況の挽回には爆弾とともに戦艦に突入する特攻作戦が必要だという声が多く上がり始め、ついに特攻作戦の採用が決まってしまいます。
次にアメリカが狙ったのはフィリピンでした。フィリピンは島の面積が広く、大型の港や基地を整備することができるので、ここを占拠すれば台湾、沖縄、そして日本本土まで島伝いにたどれるルートを開通することができます。フィリピンの死守は日本にとってアメリカの日本本土上陸を許すか許さないかのキーポイントだったのです。これまでの戦闘で多くの戦力を失っていた日本は、少ない戦力で確実に米国にダメージを与えられる自爆攻撃を行うことが決定されました。1944年10月、フィリピン・レイテ沖海戦が始まります。双方合わせて20万人以上の海上兵員が参加し、日米ともに稼働艦艇と航空機を大量に動員した史上最大の海戦とも言われています。日本軍はこの海戦で大敗してしまいますが、神風特攻隊は護衛空母を含む5隻に損傷を与えたと戦果が報告されました。神風特攻隊の戦果はすぐに知れ渡り、有効な作戦として次々と特攻が繰り返されるようになり、この狂気の戦法は終戦まで続けられてしまいました。諸説ありますが、通常攻撃の10倍命中率が高く、55隻の船を撃沈した戦果を挙げたとされています。しかし特攻による犠牲者は約4000人、若き青年たちの尊い命が失われていきました。神風特攻隊、志願の真実。神風特攻隊の隊員たちは20代の若い男性が多く、平均年齢は21歳。なぜまだまだ未来がある彼らが命を捧げたのか、また彼らは自ら志願し命を捧げたのか、それとも強制的に特攻を強いられたのでしょうか。神風特攻隊に若者が多い理由としては、すでにベテランパイロットを失っていたことが挙げられます。大戦初期では活躍したゼロ戦を代表する日本の戦闘機も米軍機に性能で差をつけられ、レーダー技術による位置把握、複数機での攻撃を受け撃墜されていきました。そのため大戦末期ではベテランパイロットの人材不足となったのです。特攻隊員の選抜や募集はフィリピンでの特攻が開始される前の1944年8月中旬から始まっており、海軍省の人事局長と教育部長による連名で募集がされました。あくまでも本人の自由意志に基づくものとし、決して命令はするなと上層部からの指示があり、原則は本人の志願に基づくものとされていました。台南海軍航空隊では司令の高橋大佐より搭乗員に対して、戦局は憂うべき状況にあり、中央でとても効果が高い航空機が開発されているが、それは死を覚悟した攻撃であると説明があり、確実に命を落とすが現状打破にはこの方法しかない、海軍としてはやむを得ない選択であり、志願を募ると告げられたそうです。その場には300名ほどのパイロットがいて、再退社や一人っ子、長男は出て行けと言われ、強制ではなかったとの証言があります。また生存者の証言で、これまで自分は世間の人たちに大事にしてもらった、その行為に報いたい、我々は命を失うが、その代わり千倍何千倍の日本人が生き残る、それができるなら命は惜しくないとその瞬間に悟ったという言葉があるのが事実です。志願について数日考える時間を与えてもらえたケースや、志願する者は志願書を書いて上官の部屋に置いていくという配慮が取られたケースもありました。しかし一方で、なぜこんなことをやらないといけないのかと疑問を持ち、自分の飛行機のエンジンが故障して戻らざるを得なくなった時、安堵した。死ぬのが分かっていて自分から行きたいと思うやつはいないでしょう。みんな志願なんかしたくなかった。私も志願しなかったけど、費用なしに生かされたんです。という証言があるのも事実で、こう語る生存者は書類上では志願したことになっています。志願する者は一歩前に出ろと言われ、行くのか、行かんのかと一括され、一人、
また一人と同志たちが志願するのを見て、自分も志願せねばと前に出る半ば強制とも取れる体験の証言もあるのです。配属されたタイの風潮や時期によって様々ですが、特攻が常態化してからは半ば強制的な方法が取られたケースがあり、特攻するパイロットは自ら志願する者もいれば同調の雰囲気に流されるしかなく、自らの意思に反して飛び立った方もいることが事実です。神風特攻隊が守りたかったもの。志願の有無、選抜方法に賛否や意見が多くありますが、特攻隊員が残した言葉を聞くと心が震えます。彼らが命を差し出して守ろうとしたこと、守ろうとしたものを忘れてはいけない、そう強く感じます。特攻隊の出撃場所であったチラン飛行場、そこで軍指定の食堂を営み、特攻の母と言われた女性がいます。その女性に出撃が決まった特攻隊員が話した言葉です。おばちゃん、元気で長生きしてくれよ。人生50年と言うけれど、俺なんかその半分にもならない20年であの世に行っちゃうんだからな。あとの30年は使ってないわけだ。だから、俺の残した30年分の寿命はおばちゃんにあげる。おばちゃんは人より30年余計に生きてくれよ。きっとだよ。自分は死んでしまう。しかし、祖国に残る人たちには生きてほしい。長く長く生きてほしい。そんな言葉から彼らが何のために命を差し出したかを感じれます。魚雷型の特攻兵器回天に登場した塚本太郎海軍大尉はこう語っています。父よ、母よ、弟よ、妹よ、そして長い間育んでくれた町よ、学校よ、さようなら。本当にありがとう。こんなわがままなものを、よくもまあ、本当にありがとう。僕は、もっともっと、いつまでもみんなと楽しく暮らしていたいんだ。愉快に勉強し、みんなにうんと、ご恩返しをしなければならないんだ。みんなと、愉快にいつまでも暮らしたい。喧嘩したり、争ったりしても、心の中ではいつでも手を握り合って。ただし、僕はこんなにも幸福な家族の一員である前に、日本人であることを忘れてならないと思うんだ。自分の中には、3000年の間受け継がれてきた先祖の息吹が脈打ってるんだ。人生20年、余生に費やされるべき精力をすべてこの決戦の一瞬に捧げよう。恩敵劇場せよ。親父の、おじいさんの、ひいおじいさんの血が叫ぶ。すべてを乗り越えて、ただ勝利へ。行くぞ。やるぞ。本当は、家族と共に暮らしていたいという気持ち。しかし、自分の定めとして、この特攻の任務に向かう決意が感じられます。彼らは、ただただ、愛する人たちが住む日本という国を守りたかった。彼らが守りたかった国に今、私たちは生きている。作戦には賛否両論ありますが、彼らの思いを知ると敬意と感謝しかありません。現在の世界情勢を見ていると、また世界を巻き込む戦争が起きないとは言い切れなくなってきました。そして戦後およそ80年が経ち、当時の日本人たちの思いを感じる機会がなくなりつつあります。同じ過ちを繰り返さないためにも、伝えていかなければならない物語と思いがあると思い、動画を投稿させていただきました。ご視聴ありがとうございました。